こんばんは、速稼塾の久保です。今回ですね、西粟倉村の山根さんの動画を見て、私なりの、感想とですね、私はこういうふうに考えてますっていうふうなね、アンサー動画になると思います。山根さんが見ていただけると非常に嬉しいなと思いますし、同じように介護とかね、家族ってものにお悩みと言いますかね、思いを馳せていらっしゃる方と、私ね、一度ね、しっかりとね、何人かでお話したいなと思うんですよ。やっぱりこうね、話し合うことによって考えがまとまったり、客観的に自分のことが見れたりしますんで、この話し合うって機会、当事者同士で話し合う機会、こういうのはね、お金を稼ぐことだけでもなくて、恋愛だけでもなくて、仕事だけでもなくて、投資だけでもなくてね、家族ってものに対しても必要だと思います。はい、前置きは以上でございます。ではですね、始めさせていただきます。いつかはね、一人一人、元気がなくなって人のお世話になりながら最終的な人生の調整に入るという時期に来るんですよね。で、山根さんも私も同じような年齢です。ということは、私の両親、山根さんの両親、やっぱりね、年老いていくわけなんですよ。で、いろんなことを考えております。私も介護士を15年やっておりました。で、いろんなね、方の介護に付き合ってきました。そのために自分はどうしようかなと。自分に介護の費用は払えるだろうか。自分が介護をやるとして、じゃあ収入は担保できるだろうか。こういうことを考えた30代だったんですよね。で、残念ながら30代では私は何一つ自分の思っていることが実現できませんでした。40になってきて、ついにですね、私はもしかしたらできるかもしれないっていうふうな介護の理想論をいくつか進めてるんですよね。こういう話をすることはあんまりなかったんですけど、私はね、非常に高いレベルと言いますかね、高い理想を持ってるんですよ、介護に対して。それは自分の身内のことだけしかできないかもしれない、もう本当にね、社会的にはできないかもしれない。だけども、この世の中でたった一人でも二人でも、そういった理想の介護をお送りできることができれば、なんといいだろうかと思うわけですよ。さあ、ちょっと何言ってるか分かんなくなりました。もうちょっとね、具体的に申し上げます。私はですね、例えば老人ホームとかデイサービスとかっていうものに行っていただくのはいいと思います。本人の選択ですから。でも、ここに新しい選択として在宅介護っていうのを私は設けてるんですよ。これはね、両親にも話してます。どういうことをするかっていうと、例えばね、老人ホームに行くって選択ももちろんいいよと。そのためにお金を貯めたりとか、老人ホームでどんな人間関係があるのかなとかね、そういうのもいいんですけど、私は今住んでるこの家でやってもらおうかなと思うんですよ。そしてどういうふうにするかっていうと、介護士さんを3人もうね、常勤です。毎日この1ヶ月の給料を渡してね、自宅に、私の家に来てもらうって感じです。私の住んでる家に来てもらって、3人ぐらいの介護士さん、ヘルパーさんっていうのが、3人のうち2人が常に動ける状態にしておいて、あとは休みは3人で決めてくれと。で、給料は毎月25万渡すよっていうことで、予算を75万から100万組んでおいて、3人の介護士さん、そして場合によってですね、介護士さんじゃなくて看護師さんね、こういう方を月に100万円ぐらいの予算を組んで、3人から4人を我が家の専用のね、方として通勤してもらおうと思うんですよ。例えば朝8時ぐらいに1人か2人来てもらってね、いろいろやってもらうと。で、それぞれもう時間の縛りはないですから、その3人とか4人のうちでそれぞれ決めて分担して、常に1人から2人私の家に来てくれればいいよって形にして、私は介護の依頼を出そうかと思うんですよ。そういうふうにして、在宅で最終的な最後の時まで見取っていくっていうね、そういうふうなことを一つ考えています。これはお金があればできると思うんですよ。というのが、環境に馴染めずに辞めていくヘルパーさんとか介護士の方っていうのは、私が見てきたところかなりいるんですよね。せっかく資格を取っても半分ぐらいの方が現場についていない、もしくは現場で疲れて、上司の関係、人間関係、給料が安いっていうことでもう辞めてしまってるんですよね。ということは、私の例えばね、半径2キロぐらいにお住まいの方で、こういった介護士の方とか看護師の方がね、もし3人から4人いれば、その人をもう専属で雇用して、給料はもうずっとね、我が家からその方に渡していくと。もちろんいろんな保険の関係とかいろいろあると思うんで、簡単にはいかないと思いますけども、私が考えてるのはこんな介護です。在宅で最後まで介護をしてもらう。それはもう、こちらから施設に行くんじゃなくて、専門家がこっちに来てもらうって感じですよね。で、訪問介護に近いです。それを24時間体制で複数人雇ってやるって形です。もうこれ、金に物を言わせてやる形なんですよ。これを考えてます、一つはね。で、もう一つ、延命治療に関してですけども、延命治療に関しても私は話してます。それはですね、延命するか、それとも終末、最終的なターミナルをするのかっていうことを、その他にですね、もう一個選択肢を私設けてます。延命治療を6ヶ月やる、これはどうかっていうんですよ。6ヶ月は延命治療をすると、そっから先は
本当にねさようならということでございます。6ヶ月だけ意識がなくなっても寝たきり植物状態になってもよくわかんない状態になっても半年は延命しますよと。その代わりその半年の間にお別れを言いたい人に順番に来てもらうって感じですよね。で毎日訪問をいただいて毎日最後の言葉をかけてもらってで半年間の延命治療の期間が終わったらそこで全てを終了するのか、それとももう3ヶ月なり半年なり続行するのかってことをもう意識があるこちらで決めていくって形です。もう残念ながら意識がなくなるとその選択ができないんでこちらで決めていくってことになります。まあ、はっきり言ってこれも介護費用っていうのはかかりますんでね、延命治療っていうのはお金がかかりますし手間もかかりますんで、はっきり言ってもうきちんとね生前に元気な時にどのぐらいやっていくか、どのぐらいお互いに納得していくかって問題になってきます。だから寝たきりになってからやるともうね結構ね手遅れなことが多いんで、私はまだ両親が元気なうちにこういうことを真面目に話していたりするんですよ。しかもそこには資金も必要ですからね、資金もしっかりと稼いで自分の理想が叶うようなキャッシュを作っていくってことをねやってます。で今はばかりながら私はねこういうふうな隠居とかふざけた暮らしさせてもらってますけども、両親との対話の時間はものすごく持ててます、おかげさまで。皆さんのところにね47都道県のオフ会とか行ったりとか、あと面談とかしてますけども、あんな感じで毎日過ごしてるんですよ。で私は本当にね速化塾のテーマで家族ってものをやってましたけども、今でもそのテーマっていうのは続いていて、私はねその家族の理想の家族、求めている家族、そういったものをできる限り不可能を可能にしていくっていうんですか、家族ではなかなかできないよねってことを、いやいややってやるぜみたいなね、なかなかできないって言葉でもうなんですかね、もうごまかさない、私はごまかすって言ったらねどうしようもなくできない方もいるんで申し訳ないですけども、私はなかなかそういうのそうは言ってもなかなかできないよねってものをなんとかできるように工夫していこうかなと、最終的にできないってことが分かるところまでやってやろうかなと思うわけなんですよ。で多くは時間とお金があれば思ったことってほとんどできると思うんですよ。だから私は時間とお金にこだわってきました。で今インターネットの時代で時間をそんなに使わずにできることって増えてきてるんですよね。で逆に言うと時間を使わないとできないことをたくさんやってるうちは時間を使わずにたくさんのことをできるっていう世界に入れないんで、多少を強引であっても私はね闇雲にやってきたところがありました。で今それの一部が実ってですね、おかげさまで、まずまずの暮らしができてるかなと思いますし、ただこれが私の理想とした姿じゃなくてまだまだ先があるってことなんですよね。介護に対しては私も自身も介護士をやってきていろんなね理不尽に出会ってきました。組織の中にいるとできないことがやっぱり多すぎます。そしてやってしまったことも多いですね。やってしまったって悪いことしたわけではないんですけども、制度上仕方がないことがね結構あるんですよね。だからそこにねやっぱり保険に頼ってるじゃ限界があるなと、税金に頼ってる、税金ではないんですけど正確にはね、そういった補助を受けてる間本当限界があるなと思うんですよ。ですから私は全部自己資金で誰の文句も言われないように、しかも介護士さんとか看護師さんに感謝される形でね、で毎日私の家に2人とか3人とかがね、多い時マックスで4人とか勤務するわけなんですよ。でもその4人の介護士さんとか看護師さんにもそれぞれの暮らしがありますよね。1週間ぐらいちょっと旅行に行きたいんですとかね、自分の両親のところに行ってみたいんですって方はどうぞこの4人の中で話し合って常に1人か2人我が家に来てくれる環境があれば何人休んでもいいですよっていう風なね、その本当にゆるゆるの計画で1人固定給プラス感謝料25万以上払うみたいなことができないかなと思うんですよ。でそこに法制度とかの問題があるんだったらそれもね変えていくために政治の世界に出ていくってこともあるかもしれませんし、そこら辺はうまくね調整しながら最後両親に家族に最大限のなんかね感謝ができる方法ね何かないかなと思いながら考えています。もちろん私が今言ってることってまだ何にも実現できてないし何の裏付けもないです。ただこういうふうにやってみたいんだけどなっていうふうなね、こういう話をできるのっていうのはすごくねいいことだと思うんですよね。逆にやりたいけどできないことも出し合っていきたい、そういう意見をねやりたいけどできないことをみんなで出し合ってそれをどういうふうにすれば実現できるかってこともね一緒に考えていけば、一人で、悶々としているよりも、山根さんもね YouTube で話しているってことは誰かがそのね動画を見て受け止めてると思うんですよ。この繰り返しによって今すぐは無理でも一歩でも二歩でもね、その介護の現場そして介護をする人される人の全ての気持ちをね組んだ本当のねニューエイジ介護っていうのが
見えてくるんじゃないかなと思うんですけどね。皆さんいかがお感じでしょうか。本当にね、感じたことを今言ってしまって間違いとか勘違いがあってもいいんです。そういうことを恐れずに、意見を交わすから自分の違うところとか勘違いとか傲慢なところとか、あとはね、卑屈になっているところが全部見えてきますからね。これを出し合わずに、いやいやこんなこと言っていいのかなとかね、いや自分は自信がないからとか言って止めてるから、その正義感ぶって止めてるとね、何もいいことないんですよ。だから間違えてもいいんで、失敗してもいいんで、やってみましょうと。でその間にどんどん構築されていって、成功とかに向かっていくし、失敗の可能性も少なくなってくるしってことで、どんどんねマッシュアップしていくと思うんですよ。我々は意見を出し合うことによって、で意見を出し合うと必ずね、あのケチをつけてくれる人はいるんですよ。でケチをつけてくれる人ほっときましょう。もしくはケチをつけるんだったら、あなたはなんかいいあの策を出してください。そんなケチをつけるほど頭がいいんだから、お願いしますよって感じで、その人にお願いしちゃいましょうね。そんなこと言ってもうまくいかないよって方にね、じゃあうまくいかずに諦めるのか、それとも最終的にダメでも、やってみたけどダメでしたかもしれないけども、灯籠の斧かもしれませんしね、無駄な努力かもしれませんけども、それでもやった方がいいんじゃないかなと。やれば何かがねできると思うんですよ。私はそういうふうに信じて、これからも介護、お金、家族、それから社会、隠居、いろんなものにトライしていきたいなと思っております。それでは失礼します。